おはようございます。速稼塾の久保です。特別定額給付金の話題、ちょっとだけね、可能性の話をしましょうか。とりあえず一生ではなくても今回の感染症騒動が収まるまで毎月10万円をくれるよっていうふうに約束してくれてる人がいるんですよ。ここに書いてる、毎月10万円を給付って書いてるでしょ。ここです。自民党はこんなことを約束もしないですし、なるべく払わない方向で言ってますよね。あとは私たち有権者が何を選ぶかなんですよ。現在ですね、国政政党が9つある中で、コロナ収束まで皆さんが大好きな定額給付金を1回じゃなくてずっと毎月くれるよって言ってるところはここしかありませんね。山本太郎さんが好きとか令和新選組がどうとかっていう問題ではなくて、現実10万円ないと年が越せないって本気で思ってる人が、さあ耳を傾けてますか今度はね。誰をこの国の舵取りとして選ぶか、こんなことをするあんなことをするっていうふうに国政制度をいろいろ言ってますけども、耳を傾けてちゃんと私たちの要求と合致してる約束があるところを選んでるかってことですよね。私はね、この1年もしくはこの2年3年ぐらいかもしれませんけども、なんかこの政策を取ってくれるところがあるんだったらここを応援したいですね。もちろん立憲民主党が毎月10万払って消費税を廃止しますよって言ったら立憲民主党に投票しますし、 N 国党がそれを言い出したら N 国党を支持しますよ。もちろん自民党がそれをやるっていうんだったら自民党に大いに貢献したいと思いますね。皆さんはいかがお感じですか。特別定額給付金をね、欲しい、くださいっていうことを自民党に要求する、それは確かに今政権与党を取ってますからね、最短距離かもしれませんけども、でも払わないと考えている政党に出せというのか、それに協力してくれそうな公明党に行くのか、最初から私たちの要求をピンポイントで叶えますと言っているところに声を持ちかけていくのか、どうなんでしょうかね。この辺を考えながらね、今後の放送に役立っていこうかと思いますけどね。じゃあちょっと廃品回収の時間なんで行ってきます。